皆様おはようございます。レイスルエステルナリです。最近 YouTube ではライブストリーミングが結構流行っておりますね。ルミナスタジオも、一番いいライブストリーミングと称して、ゲームライブですとかこういった形のタイプの通常ライブなどを、行わせていただいております。ですが皆さん、ライブやったことある方ならわかると思うんですけども、ツイートするときですとか画面を切り替えるときの操作ですとか、そういったときにカメラから目線を反らしてしまうということございませんか？私もよくやってます。なんか目線をチラチラ反らすのってあんまりよろしくないんじゃないかなって思うわけなんですよ。できるならボタン一つでね、スイッチングですとか、もしくはツイートですとかね、チャットへの自動投稿などをやってみたい。そういった方のためにエルガト社から面白い製品が登場しております。ストリームデッキ。エルガトといえばゲームキャプチャーで私もご利用させていただいているんですけども、こんな操作版みたいなのだと登場するんですね。これは一体どんなことができるのか早速見てみましょう。この質感がねなかなかいいんですよ。こういうねボタン型のデバイスね、私好きです。早速ドライバーのインストールを実行して Mac に接続してみました。ソフトウェアを起動すると、ど真ん中にウェルカムというアイコンがあります。これを、押し込むと、はい、ストリームデッキの How to ページかな、こちらに接続することができます。でこちらなんですが、右側の方にいくつか、設定項目みたいなものがあるんですけども、こちらに、ゲームキャプチャー、あとは、俺が知ってるのは OBS スタジオ、Twitter、YouTube など、カスタマイズ項目のようなものですね。こちらが用意されております。でこれをボタンの方にドラッグ&ドロップをすると、はい、こんな感じで、ね、アイコンを、配置することができるようになっております。OBS を起動した状態で OBS のチャンネルを切り替えを行うことができる、こちらボタンを入れてみたんですけども、このボタンを押すだけで別のシーンに切り替えを行うことができるわけですね。シーンの切り替えに関しては複数のシーン設定を配置することで、このような感じにシーンの切り替えを自在に行うことができます。 OBS のシーンのところをクリックする必要はありません。意外に便利だなこれ。でその他にも、ライブ中の、配信者の数を表示するボタン、こちらボタンというよりはモニターのようなものですね、こちらを配置することができたり、ライブ中のチャットの部分に定型文を、自動送信するような機能も含まれております。さらにストリームデッキはなんとマクロコマンドもセットできるんです。つまり要するにコマンド C ですとかコマンド Z、ね、コマンドシフト Z、 これはUndo と Redo なんですけども、これを使うことで、動画の編集の、そうですね、ピンチインですとかピンチアウトですとかファイナルカットプロのショートカットといったものもセットすることができるんです。さらにそれだけじゃなくて、見えるかな、見えるかな、そうオリジナルのアイコンもセットできるわけですね。ストリームデッキのボタン配置はプロファイルによって構成されています。ですので、こういった編集用のプロファイルを設定したり、配信用の設定に切り替えたり自由自在に入れ替えることができるようになっております。もちろんプロファイルは複数作ることもできますし、ゲーム用のライブですとか、実写用、通常のライブ用ですとか、あとは動画の編集用のプロファイルに自在に切り替えることで、いろんな用途に使うことができるわけですね。もしかすると、いや、ゲーム用に使うにはちょっとまあ厳しい、反応が厳しいかもしれないんですけども、ただライブですとか、編集に関してはもう圧倒的です。いかがでしたでしょうか。エルガトのストリームデッキ、こちらを使うことで Mac では編集用のプロファイルを使って補助キーボードとして使うこともできますし、 Windows でゲームをやるときはライブストリーミング用のコンソールパネルとしていろんな使い方ができるというのが最大の特徴でございます。今後も私ね、ストリーマーもやってますしね、編集のお仕事もやっております。最大限活用して頑張って
いいストリーマーになってみようと思います。今回はね、こちらの2人をね、出さずに私中の人が時期に、商品を紹介したんですけども、ね、ライブがメインとなるようなコンテンツというかこちらの製品でございますので、ね、直接ご紹介させていただきました。それではまたライブストリーミングでお会いいたしましょう。プレイツレッスルナでございました。バーイ。ありがとうございました。